アりがさんこんにちは。これそれでは今回なんですけども、セブンイレブン最大20%還元 AUPay を使って AU ウォレットがもらえるキャンペーンということで、今回は10月からにはなりますけども、セブンイレブンと AUPay に関するキャンペーンが2つ発表されていたので、そちらについてサクッと解説していこうと思います。 まず一つ目のキャンペーンなんですけども、こちらですね。aupay71 エントリーして aupay でお支払いをすると最大20%ポイント還元というキャンペーンですね。なので、711をよく使われている方であれば、かなり嬉しいニュースですね。ちなみに以前動画にもしましたけども、現在 aupay では au ユーザー以外の方でも使えるようになっているので、aupay に登録された方であれば、このキャンペーン自体には参加は可能ということになっています。そしてキャンペーンの詳細なんですけども、まずはポイントの還元率からですね。 セで aupay 決済をして17.5%のポイント分に加えてベースポイントの0.5%そしてスマートパスプレミアム会員これは有料なんですけども1%そしてセブンイレブンのキャンペーン期間中のポイントアップ1%を足した合計がこれで20%となりますなので au ユーザー以外の方でも19%分の還元を受けることができますちなみに aupay の場合は200円ごとに1ポイントが還元されるということですね 次に期間は増税後の10月の1日から10月の14日まで、そして専用ページでエントリーが必須となっています。そしてポイント付与はちょっと先なんですけども2019年の12月の末でポイント付与上限は3000ポイントということになっています。 ちなみに、キャッシュレス消費者還元事業にもセブンイレブンは参入します。なので、セブンイレブンなどコンビニ大手は2%還元なので、最大でも22%還元を受けることができます。ちなみに今回、セブンイレブンに関しては、中小小規模事業者に該当しない一部の加盟店の場合は、キャッシュレス消費者還元事業の対象事業者ではないため、対象外となる場合もありますので、ちょっとこれについては注意が必要です。 そして2つ目のキャンペーンなんですけども、こちらですね。セブン銀行 ATM チャージで抽選で5000名様に1万円相当プレゼントということですね。キャンペーンの期間は10月の1日から10月の31日までとなっています。 ま、このキャンペーンを簡単に説明すると、期間中にセブン銀行 ATM にセブン銀行 ATM から AU ウォレット残高にチャージしたお客様を対象に、抽選で5000名様に1万円相当がまずプレゼントされるんですけども、これがそのチャージ1万円を一口として抽選が行われます。一度に1万円でも大丈夫ですし、何度かに分けて合計で1万円でも OK です。そして1万円に満たない場合は対象外となっています。 当選された方は後日1万円相当の au ウォレットをプレゼントされて、それ自体はキャンペーンの終了後の2ヶ月以内に予定しているということですね。ちなみに以前僕の動画でも au ペイの使い方やセブン銀行 ATM でのチャージ方法を解説した動画があるので、一応下の概要欄に載せておきます。まあそんなこんなで今回はセブンイレブンと au ペイに関するキャンペーンについてお伝えしました。まあ増税後ということで20、20%還元というのがちょっと懐かしく感じつつある今日この頃ですけども、ぜひですね、 セブンイレブンをよく利用される方は au ペンにトライしてみるのもいいと思いますちなみに同じ時期にはドコモの d 払いも20%還元のキャンペーンも開催されているのでご自身に合った方法でスマホ決済を楽しんでみるのもいいのではないでしょうか一応下の概要欄に今回お伝えしたキャンペーンのリンクそして au ペンの使い方に関する動画のリンクも貼っておきますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました